前は瀬長義経。1937年10月1日まで。そして流派上地流。上地流というと、僕なんかが最初はパンガイヌーンから昭和15年、1940年に上地先生の、漢文先生の名前、姓を取って上地流と改名されている。そして私はその漢文先生の長男である海英先生から修行をやっております。その前はやっぱしいろいろと五流流の比嘉世耕先生の方にも習っております。1年ほど。その後お六の上原三郎さんからも習っております。その後、新庄先生が浅田の方で道場で、その時も習っている。その後は上地海英先生のところ通って、バスで通って、帰りはもう最終バスで糸満まで引っ張られて帰った記憶があります。はじき、さっきの空手の最初の始めは、沖縄の武勇連として武士松村というのを小さい頃から聞いて、人間は背は小さくても空手やればどんなあれも対応できるというあれから空手の道に入ったんですが、その前にはいろんなただのあれではなくにして、身体を鍛えて足の先から丹田、それから全身の力をして三鎮で鍛え、相手のどんな攻撃にも耐えるような体を作るのが目標である。主攻拳、主攻拳、手の甲は主攻拳。いや、今までそんなあれは私は出くわしたことはないんですが、やっぱり人の喧嘩を見たのは何遍もあります、あの当時は終戦後だから、もう戦争のあれで民が軍隊ぐらいが気が荒れているんでね、喧嘩のあれは絶えなかった。だがしかし私は見ておって、一歩引いて人のを見るのはあれだけど、自分でやったことはない。自分の門下生に教えるのは、やっぱし先輩を敬うこと、友を大事にすること、和を持って喧嘩してはいけない。武の道に入って喧嘩した場合には大変なことになるから、誤ってやった場合は刑務所行きでもあるし、だから絶対喧嘩はしていかないというのは教えだ。そしてことわざに、武道の道は湯のごとし、絶えず熱しないと元の水に戻る。それが基本である。いつも稽古練習しないと、湯と同じ、置いておけば水になる。それが信念で、生徒には教えている。龍の構え、いかつぎ、虎の構え。テクニックは今見せた龍骨格のその技ですね。これは口ごたえで中国からパンガイヌン流というのは漢文社で習ってきて、そしてその技の中では動物3つの動物の技が入っている。龍の構え、虎の構え、鶴の構えという、それが基本的な上地流の根本的なもんである。5、6、7、8
違いはやっぱし腰の落とし方、その稽古のやり方、相手、まあ別の流派も同じだけど、相手を想定した作られたのが空手である。だから絶えず周囲は身を配りながら、自分はいつも1、2回ぐらい顔疲れても、ああやっぱし痛いな、私の一発では相手を倒すけど、とそう信念でやってる。心の底に残して自分の一発を隠して、自分もやられてもそのままやるんじゃなくね、して、ああそうか、じゃあやむを得ない、私の一発行こうな、とそういう信念で稽古をやってる。だから空手の怖さというのはこんなもんである。ただ今みたいな格闘技みたいな飛んで回って、あんなもんではない。一発で相手を倒す技しか教えてないから、いざなれば死ぬかなんです。自分がやられるか相手がやるか、それが空手の信念だから、今のスポーツ化されたようなもんではないというのは心得ている。僕なんかはもう伝統っていうか昔からの、中国からするともう何十年も続いている。沖縄に、琉球が唐の時代であってね、琉球と貿易、その時から沖縄の空手というのはあったんですが、だからその流派を重んじて、その伝統的に守るのが私の使命だと思うんです。ああ私さっき自分の談話言わなかったな銃弾です、銃弾です7、8、はい、同じく1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、1。まあこれが難しいです。今オリンピックを控えておって、2020年あるんで、ほとんどそのスポーツ化若いのは向こうに集まると思うんですよ。だから僕なんかがもう伝統を守るが精一杯で、だからその辺のところどこまでできるか、これはもう途中でどうなるか分からんけど、先は見えないけど、私の考えでは沖縄の中では危ないような感じもする。これはまだ分からん。僕なんかがもう守っていかんといけない。なんでって言えば、スポーツでしてオリンピックでって金取った場合は、若いのはほとんどその方に行く恐れがある。伝統的というのはなくなる可能性もある、スポーツ化された場合は。その辺はまだ分からん、道見えない。スポーツ空手は否定はしない。そう、あれはいい、うん、スポーツ空手は認めて、僕なんか伝統を持ってこんと、あれをなくすことはできない。日本のあれだから、大教主催でね、オリンピックは世界のオリンピックですから、あれは否定できない。国の一つの催し物で、オリンピックというのは、だからあれを否定することはできない。だから伝統的というのはオリンピックないんです。古典だから日本の芸能であろうが、これは伝統であって、オリンピックはない。伝統的というのは、古典というのはオリンピックはない。だからその辺のところは、オリンピックでは己を、人のできないことをやるのがオリンピックなの。人にできないのをやって金に行くのが、真似できない技をやるのがオリンピック。だから飛びもっていろんな難しい技をいろんなのをやるのがオリンピック。床運動であるか、アンバレア鉄棒であろうが。だがしかし僕なんかが一番重要なのは、伝統空手を守って継承することが一番
重要だと思っています。先は見えない、わからん、僕なんかこれを守っていくというのは課された僕なんかの責任感です。難しい、一番難しいもうオリンピックというのがありして、どういうふうに行くかわからん。若い人たちはよ、若い人たちは行くかもしれん、オリンピックに。だから伝統を守るという、本当に心のある沖縄の琉球の古武道を守るという人がいれば、本当に僕なんかの教えてね、沖縄の伝統、親知流を守るという。はい、右足まで。1、2、3、4、1、2、3。いやいやいや、見たことないから数しようとか見たことない。今現在あの上地流 の, あのそうやっぱし寛永先生、全部昭和一桁の人たちは個性が強い、終戦後 戦争の終わった頃で気が荒れてるから、自分勝手のこの腕力を試す人がいっぱいいる。だからいろんな方もこうであるという、人を押し付ける本当に伝統ではないような感じがしてくる。その辺のところのもう考え方のは全部違いますからね。だからどの辺まで、今の若い人たちはこの考えはなかなか持ってない、難しいもんですよ。今後僕なんかはもう昔からやったそのままをやっていくだけ、絶対どうしていけない、他が何言おうか。今僕は開演者しか教わった締め方とか、それで今どうぞでも稽古やってる。はいはいはい、はい、こうするはい、じゃあはい、はい、一歩はい、空手をやって良くなった、一番世間から認められた、強いだけではない、強いだけではない、社会貢献を作っている。だから私はもう空手やったおかげで警察本部長からの委嘱された補導員というのはやっている。子どもたちを指導しなさいと、警察の一番トップから警視庁長官からもそうもらって、これは沖縄のために、あんたはもうこの空手を通じて子どもたちを育成しなさいという。